思い出のガンプラキットレ10種。機動戦士ガンダム。韓国生産版。RX78。ガンダム。あにょはせよー。韓国生産版ガンダムとは、キットの記載によるとだね。ガンプラブーム真っ最中の、1981年5月に発売されたとされる謎のガンプラなのですよん。値段も一緒の300円。こないだ紹介した、ガンプラコレクション版ガンダムの解説では、当時のガンダムのパッケージは2種類あり、こちらは臨時生産版で、中身に変更はないみたいな感じで紹介されていたのでございます。そうだっけ？でもねでもね、実際には中身も若干違うのよん。まず、位置が違うパーツがありーの、ランナーや箱には、メイドインコリアの文字が踊っているのよ。ああこりゃこりゃ。それを見た俺は思ったね。韓国ってどこ？ぶっちゃけ、韓国なんて国知らなかったのでしたとさ。よく行く焼肉店の店主が韓国のおっちゃんだったり、近所に韓国人のおばちゃんが住んでいたりしたけどね。日本語がうまく、かえって、大阪や名古屋から来た人の日本語の方がわけわかめだったのでですよ。なんだこれ。全体的な特徴としてはだね。バンダイマークはバンザイマーク。ベストメカコレクションのナンバーは、4ではなく04。解説書は統合されて1枚。パーツのモールドは、リンゴと蜂蜜が入ってんじゃねえかってくらいすんげえ甘く。ビームサーベルは4本付属。こいつは2本のもあるって情報もござりまする。ほんとか？そもそもガンプラブームが始まったのは、1981年の1月ないし2月と言われていますです。すんげえブームになってもね、ガンプラの金型はキットごとに一式しか作られてなかったもんざいもん。これは、金型自体が非常に高価で、元を取るにはかなりの数のキットを売る必要があるだけでなく、あえてどことは言わんけど、多数の金型を作ったけどもキットは売れず、あえなく倒産なんてメーカーもあったりしたもんで、縁起がすんげえ悪いことから、今でもプラモの金型は一式しか作られないのだよん。嘘だー。とはいえ、たった一式の金型では、生産にも限界があるのは事実なのだよ、ほうほけきょ。あまりの需要の多さに、フル稼働での生産の甲斐なくガンプラは供給不足になっちゃって、バンダイさんはわざと供給不足にしてるなんて、新聞とかで叩かれたりしたものよのう。そんな中、しれっと店頭に並んだのが、今日のガノタに、韓国生産版ガンダムと呼ばれている代物なのでございやす。どういうこと？このキット、最近の中古市場では、お値打ちガノタ価格で、5000ガノタから1万ガノタくらいで取引されてるのだけれどもね。一応、ベストメカコレクションでは同一のキット扱いなんで、オークションや中古屋の処分品セットなんかに運悪く、いやさ、運よく紛れていることがあるのよねん。そうだそうだ、クリームそうだ。その由来は、未だ謎に包まれているのよ。そうなのよ。バンダイさんがあまりの激務に耐えかねて、韓国のプラモメーカーに生産を依頼したんだとか、韓国で生産されていたパチモンのヒデガンプラを見るにつけ、バンダイさんが指導を行い、なんやかんやで正規版として輸入したのがこの商品だったとか、よもすえな話のオンパレードなのでございやす。さらによもすえな話としては、その元になったパチモンのガンダムや、高値で取引されている、韓国生産版100分の1ガンダムなどなど、初期のガンプラには、ほんとかよ。なんて疑いたくなるレアキットがてんこ盛りなのだよ。パないねえ。ちなみに、日本製でも、ビームサーベルが日本のキットの方が珍品なのよ。そうなのよ。何が違うかって言うと、見る人が見れば査定がぐんと上がるのですよ。半端ねえ。まあ、ビームサーベル日本でもね、片方を抜いた状態にして片手で持たせたりとか、なんとかやれんことはなかったもんざいもん。でもでも、ビームサーベルを2本とも収納状態にするためには、ビームの刃の部分を切り取る必要があったのねん。そうすっと、手に持たせる分が確保できないんで、バンダイさんに、ビームサーベルのパーツの注文がすんげえ来たらしいのですよ。あいたたたー。当然ながら、ガンプラユーザーからの要望もあったにちげえねえ。ガンプラブームで多忙の売りだよ。とてもじゃねえけど対応できず、急遽金型を回収し、ランナーの外側にビームサーベルを2本追加したのよねん。同時期には、解説書も、組み立て説明書とカラーガイドが1枚になって効率化されるなど様々な改善が進み、今も再販され続ける、144分の1ガンダムの仕様となっていったのでござんすよ。はい。韓国に行っても売ってねえぞ。